ュー。助かったわ。女？ああ、えらいこっちゃ。何？はあ。頼むわ。ほんまに？いや。あんな？ああ、ちゃう。えらいこっちゃ。あんな？何？ああ。上流。お疲れさん。上流。
Ah!
ふざけんなよ。何？おい。
Yeah. いただきます。うまいな。よし、行くか。ありがとうございます。よろしく頼む。よろしく。
ええ。そう。そう。何？
おい。そっか。ねえ。すみませんでした。
ねえ。お願いします。いらっしゃいませ。ありがとうございました。コースターにようこそ。
頼んだぜ。俺のズドンパチ。ポケサーに強い自信を見せるライ。注目の上流。それではレースをか。レディー。スタート。勢いよく飛び出した。このまま最後まで走り切れるかも。なかなかやるな。まだわからんね。安定した走りでコースを駆け抜けているね。体勢が崩れていく。大丈夫なの？勝利への執念でレースに復帰した。何が起こるかわからないのがポケサーだよ。みんな早いよ。順調な走りを見せている。カスタマイズが良かったな。ここでループゾーンだ。上流くんのマシン豪快な走りで一回転だ。いい調子だ。現在首位。この順位を守れるかな。レースも後半戦に突入。レースが終わるまで結果はわからないよ。何が起こるかわからないのがポケサーだよ。カスタマイズが良かったな。コースアウトには気をつけて。いよいよファイナルラップだ。悪くねえだ。まだわからんね。足元を救われないようにね。フルスロットルだ。いい勝負。おめでとう。あー、やられてもんだ。白熱した名バトルだったけど、その戦い。俺。コースターにようこそ。寿司縄ではクリア。侮ってはいけないのが。頼んだぜ。本日のライバルは注目の上流くん。みんな位置につけ。レディー。スタート。走れ。勢いよく飛び出した。飛び出して。これが執念の走り。上流くんの気合がマシンへ伝わっているようだよ。ものすごい粘りを見せた。バカな。上流くんコースアウト。
いレースを見せてくれた2人。くそ、なんと。ありがとうございました。コースターにようこそ。侮ってはいくぜ。今日の注目のカウントレディー、勢いよく飛び出した。マシンがうなりを上げている。コースアウトには気をつけてね。走れ走れ。レースが終わるまで結果はわからないよ。どうしたものか。マシンがうなりを上げている。上竜くんのマシン、豪快な走りで一回転だ。トスは渡さないという気合が伝わるよ。レースが終わるまで結果はわからないよ。コースアウトには気をつけてね。いよいよファイナルラップだ。順調な走りを見せている。このまま勝ち。同時にロングボールを抜けられる。ついでゴール。俺の勝ち。激しい一騎打ちの勝者となったのは勝利です。コースターにようこそ。コースにそびえ立つ巨大なループ。行くぜ。
俺のズドンパチ。ポケサーに強い自信を見せる注目の上流くんは青レーン、対する挑戦者は赤レーンだ。カウントダウン、レディー、スタート。勢いよく飛び出した。飛び出るかと思われたが、気合でコースに舞い戻った。悪くねえな。マシンがうなりを上げている。このまま最後まで走り切れるかな。難しいな。安定した走りでコースを駆け抜けているね。上流くんのマシン、豪快な走りで一回転だ。いけるぞ。驚異的な速さだ。目で追うのも大変だね。ブロックカーブだ。レースも後半戦に突入。悪くねえな。飛び出しそうだ。耐えろ。体勢を崩しつつも華麗な立ち直りを見せた。驚異的な速さだ。目で追うのも大変だね。マシンがうなりを上げている。何が起こるかわからないのがポケサーだよ。いよいよファイナルラップだ。上流くんのマシン、ついでゴール。俺の勝ちだ。熱い走りをありがとう。白熱した名バトルだったけど、この戦いを いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。コースターにようこそ。
ドラマチックなレースをいつも見せてくれる私のお気に入りのコースだよ。今日はどんな奇跡が起こるかな。コースにそびえ立つ巨大なループ。パワーとスピードで突破しよう。頼んだぜ。俺のドラゴンキラミー。本日のライバルはいつもマシンと一緒にカバラを走っているらしい。特訓の成果を見せてくれ。注目の上流くんは緑レーン。みんなスタンバイしてるね。出遅れないようにね。それではレースを開始するぜ。レディースタート。各マシン一斉にスタート。スピードが落ちていく。カバル切れるかな。おっと、スピードが落ちていく。カバルアッと、スピードが落ちている。やった、ということだ。バカだ。転倒してしまい、ここでリタイア。勝者はご覧の通り。ありがとうございました。コースターにようこそ。多くのマシンコース、今回の注目、まもなくレディー。各マシン一斉にスタート。先行くぜ。みんなのカスタマイズが光ってるよ。安定した走りでコースを駆け抜けているね。レースが終わるまで結果はわからないよ。上流くんのマシン、豪快な走りで一回転だ。止められねえぞ。芝生ゾーンだ。カスタマイズが良かったな。みんなのカスタマイズが光ってるよ。マシンがうなりを上げている。順調な走りを見せている。カスタマイズが良かったな。いよいよファイナルラップだ。レースが終わるまで結果はわからないよ。どのもいいね。さすがの強さだね。本大会の優勝者はジョーリアス。これからもは、ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。コースターにようこそ。
と筋縄ではクリアできない。特徴をよく見てカスタマイズをしようね。コースにそびえ立つ巨大、頼んだぜ俺のドラゴンキラミー。パーツ大人買いでマシンを作ったという社会人の挑戦者、リッチな走りに打ち勝つことはでき、注目の上流くんは熱いレースの始まりだ。視聴者はご覧の通り。ありがとうございます。コースターにようこそ。ドラマチックなコースに行くぜ俺のドラゴン。パーツを注目、最高デビュー。目指しますみんな頑張れ。どんな体操してるの、足元を救われないようにね。止められねえ。マシンがうなりを上げている。どんな体操してるの、止められねえ。何が起こるかわからないのがポケサーだよ。みんなの熱が伝わってくるよ。順調な走りを見せている。カスタマイズが良かったな。上流くんがトップの座を明け渡してしまった。上流くん見事な中で余裕なとこ。おっと、ついに上流くん、上流くんがトップ、ついに上流くんがトップへ。上流くんトップの座を明け渡してしまった。コースアウトに気をつけてね。レースが終わるまで結果はわからないよ。カスタマイズが良かったな。いいね、いいね。足元を救われないようにね。いい調子だわ。フルスロットルだ。ものの位置、俺の勝ちだ。いつ出直してくる。俺の、ありがとうございました。コースターにようこそ。ドラマチックなレースをいつも見せてくれる私のお気に入りのコースだよ。今日はどんな奇跡が起こるかな。コース
スにそびえ立つ巨大なループ。パワーとスピードで突破しよう。頼んだぜ。俺のズドンパチ。本日のライバルはいつもマシンと一緒にカバラを走っているらしい。特訓の成果を見せてくれ。注目の上流くんは緑レーン。みんなスタンバイしてるね。出遅れないようにね。勝っても負けても恨みっこなしでね。レディー、よしやるか。行けと。みんな頑張れ。足元が救われないようにね。なかなかいいじゃん。体勢が崩れている。大丈夫なの？飛び出るかと思われたが、気合でコースに舞い戻った。上流君のマシンが抜かれてしまったよ。なかなか行くぜ上流君。何調子？ここで上流君の先行くぜ。さあ主婦やるじゃん。やるのか。カスタマイズが良かったな。安定した走りでコースを駆け抜けているね。早いな。トップはうまく立たないという気合が伝わるよ。レースも後半戦に突入。早いな。上流くんのマシン豪快な走りで一回転だ。やったね。順調な走りを見せている。さあ差し掛かるは急コーナー。なかなかやるな。吹っ飛ばないように要注意だよ。最後まで走り切れるかな。万事休暇。悪くねえな。ギリギリのところでタイムインだ。いよいよファイナルラップだ。悪くねえな。みんなのカスタマイズが光ってる。おっと、万事休暇。なんということだ。バカだ。上流君コースアウト。勝者はご覧の通り。熱い戦。くそ、なんということだ。ありがとうございました。コースターにようこそ。このコース行くぜ。ポケサ中間カウントレディー、やるか。行け。スタート。各マシン一斉にスタート。調子てきた。みんなのカスタマイズが光ってるよ。先行くぜ。あんなカスタマイズ順調な走りを見せている。おっと、先行くぜ。みんなの熱気が伝わってくるよ。このまま最後まで走り切れるか。何が起こるかわからないのがポケサーだよ。トップは奪わさないという気合が伝わるよ。レースも後半戦に突入。飛びすぎ注意だよ。悪くねえな。なかなかいいじゃん。順調な走りを見せている。いけるぞ。トップスピードで駆け抜けよう。いけるぞ。みんなの熱気が伝わってくるよ。あんなカスタマイズなの。安定した走りでコースを駆け抜けているね。いよいよファイナルラップだ。なかなかいいじゃん。足元を救われないようにね。いい勝負。俺の勝ちだ。お、ん？
いらっしゃいませ。ありがとうございました。どれにするん？上流。
いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいます。どうするかな、どうするかな。こんな感じか。コーディネート完了だ。
覚悟はいい。大したことない。相手が悪かった。you
大したことね。覚悟はいい。大したことない。
もう終わりか。手が悪かった。相手が悪かった。Yeah!
覚悟はいい。大したことになる。いらっしゃいます。どうするかな。こんな感じか。どうかな。コーディネート完了だ。どうするかな。どうするかな。こんな感じか。似合うか。どうかな。コーディネート完了だ。どうするかな。完了だ。あまり気にするな。ありがとうございました。ん？いつもありがとう。ありがとうございました。
お願いします。おい。あ、ありがとうございました。よろしくな。おい。いや、いや、うん、ああ、いや、ああ、おう。どうしたんだ。いらっしゃいませ。お前ら、今日は騒ごうぜ。ありがとうございました。ああ、うん。
いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。なるほど、いい店だ。ふふ、せやろ。よく来んのか。うん、静かに飲みたいときはここやね。お客さん少ないから。少し意外だね。飲むなら仲間と賑やかにやるタイプかと思ってた。ふふ、もちろんそういうのも好きやけどな。今日はまったりやりたい気分ちゅうわけ。そうだね、誰だってそういう日はある。そうやろ。そんな時にはこのお店が居心地ええんや。確かにここは気分が落ち着くな。上流付き合ってくれたけどええの？忙しかったんちゃう？それでも一杯飲むくらいの時間はある。ふーん、じゃあ今んとこセーフってわけやね。ああ、ならちょうどええ。今日はこのまま上流の歓迎会にしよう。ようこそ赤目ネットワークへ。
ちょっと今更じゃねえか。もう散々こき使われてる。こういうのは思い立ったが吉日や。それに今日は全部うちのおごりやって言うたら。なら悪くねえ。せやろ。さあ、いっぱい飲もう。これからも馬車馬のように働いてもらわなあかんからな。人使いの荒いボスだ。だが実際大したもんだ。赤目ネットワークだったか。あれはあんた一人で立ち上げたもんなのか。そう、大変やったで。別にうちは裏社会の人間ってわけやないし、特別なコネがあったわけでもない。ホームレスの人たち一人一人と仲良くなっていくのを繰り返した結果やね。そうなのか。ネットワークが大きくなったらなったで、金の匂いを嗅ぎつけて半グレやらヤーさんやらがちょっかいかけてくるし、ほんま気の休まる暇がないわ。まあそういう連中が放っておくわけないだろうな。あんたがキャッスルの仲介役になってるのもその辺との折り合いの結果ってところか。さすがやね。その通り、持ちつ持たれつの関係に落ち着いたっちゅうわけや。なるほどな。だがそこまでしてあんたは何がしたいんだ。え？何か目的があるんじゃないのか。ネットワークを作ったことも規模を拡大していることも。まあそうなんやけど。ん？なあ、上流って子供の頃何になりたかった？なんだ急に。ええやん、減るもんやなし。聞かせてや。俺はただおやっさんみたいになりたかっただけだ。おやっさん？読んで字のごとく俺の父親みたいな人だ。今だって俺はどこかであの人の背中を追いかけ回しているのかもな。へえ。じゃあ上流はまだ子供の頃の夢を追い続けてる最中ってことやね。かっこつけて言えばそうなるな。実際かっこええよ。大抵の人はどこかで夢を諦めて大人になるんやから。あんたは褒めて伸ばすタイプらしい。何か悩み事でもあるのか。なんでそう思うん？でかい組織のトップってのは気苦労が絶えないだろうからな。それは確かに。でも大丈夫。ならいいんだ。ありがとうな上流、気ぃつこてくれて。確かにうちネットワークのこととか人様に言えん秘密がいっぱいの謎大きい女や。酒の勢いで言うたらあかんこと言うてしまえへんか気ぃつけながら飲まんとあかんから。上流は気兼ねなく飲めてええわ。木のうろとして便利に使ってくれ。王様の耳はロバの耳って。じゃあこれからもよろしくってことで改めて乾杯。ああ乾杯。鶴野です。恐れ入りますがキリアさん、これからキャッスルへおいで願います。キャッスル？わざわざあそこでないとできねえ話か。ええ、大道寺の目を気にせんで済みます。もう連中の了解は取ったはずだ。それでも向こうさんにこっちの動きを知らせる義理はありません。親父の仕事は大道寺と別もんや。俺はもうキャッスルに来てます。大阪城を正面に見て左手のプールでお待ちしてますんで、よろしいでっか。
そうか、わかった。ほな。